はい、ということで皆さんまたお会いしましたね。4パート目です。1日収録ねなんか今日どうしたって感じだけど、もうなんかこう収録したくてしょうがないみたいな、そんな状態今なっておりまして、ちょっとどんどんやっていきたいなと。で、先ほど申し上げた通りですね、まあ先ほどというか、そうですね、皆さんは違う日にね動画見てるかもしれないですけども、続けて撮っておりますのであれなんですけども、こちらの牛刀山の戦いね、まず先にやっていこうということで、幼女襲撃による、職崩壊以来ね行方不明となっている観察、彼を見つけ出すということでなっておりますので、早速ねこちらのストーリーもやっていこうかなと思っております。で推奨メンバーが、彼女らですね、宝山城、それから文吉吉、そして綾音ちゃんというようなメンツになっておりまして、宝山城これ初ですかね、出番的には。まあそうですね、彼女が目立たなければならない、目立つべき、ステージということで、今回やっていくんですけども、まあこの3人でね進めていくっていうような感じになりますので、まあ早速じゃあやっていきましょうか。例によってこれ優しいでね進めていきます。観察どこ、職が幼者に襲われ滅びてから宝山城の頭の中はその砦で埋め尽くされている。うん、未だに見つけることができなかったんですけども、そんな中ってことでね、お姉様から情報がねもたらされました。あの時から観察の行方は全くわからない。過去にも現在にも最愛の人の情報は存在しなかった、うん、ひょっとしたらもう不安を押し殺して探し続ける宝山城、そこにネネから待望の情報がもたらされ、かつて牛刀山で観察を見かけた人がいた。喜び勇んで過去に向かう宝山城にネネと大凶も続いた。そしてさらにその後ろには小さな影も続いていた。待ってて観察、今助けに行くから。今回はそのシリアス良さほとんど皆無で、なんていうのかな、どっちかっていうとこうコミカルでね、こう笑ってしまうような、ステージというか、パートになるかと思います。まあね、こうクスッときちゃうようなシーンもね少々あると思うので、まあお楽しみにということでね。孫作様と離れ離れになっていたら、そう考えると一言じゃありません。うん、前回のパートでもね申し上げたんですけれども、孫作と大京さん夫婦ですよね。うん、で周遊さんと小京が夫婦というような感じになっておりまして、まあそう考えると、一言じゃないと。私もお手伝いします。うん、お姉ちゃんの方ですね、大京さんね。みんな頑張ってて偉いね、なんだか猛烈に応援したくなっちゃうよで、お姉さんもねちゃんとこうついてきてくれるということで非常にありがたいですね。よっしゃ、うちも頑張れ。 で小さな影っていうのは姫子ちゃんのことだったというような感じで、まあみんなでね助けに行こう、探しに行こうというね感じになります。えって、まあねそんな感じからの、選択画面ということでやっていきましょう。ミッションこれお三方で受けまして、でそうですね、マックスの攻め重視装備で例のごとくやっていきます。まあそうですね、あ間違った、これで OK かな。はい、じゃあこれでね早速やっていきましょう。かっこよく楽しく勝つってな。はい、ということで MV ですね。あなたも行くんですか。当然や、うちの仲間やもん、うちが守ってる。ふーん、別にいいけど、私の邪魔はしないでよね。いい、頼りにしてますからやんなじゃ行こっか。はい、てな感じで始まるわけですけども、やっていきましょうか。うん、まあまあまあそうですね、大京さんの優しさというか、なんていうのかな、扱いのうまさとか、なんかそこまで計算してね、ああいうようなこと言ったわけではないと思うんですけども、まあ、卑弥呼すらこう、ね、ちゃんとまとめ上げられるみたいな、そんなようなところがありの、今回のね、バトル、戦いなんですけども、そうですね、なんていうのかな、女子キャラがね今回メインで目立つってな感じでなってるんですけれども、そうですね、結構こうほんわかするようなお話ですよ今回まあ先ほどもね申し上げたけどもね、
で、どうですかね、ちょっと新しいキャプチャーになってからね、明るさのことで迷走したりとか、そんなような、ね、状態になってるんですけども、大丈夫ですかね。毎回一応少しずつ修正して、自分がね、満足いくような感じを目指してはいるんですけども、なんかうまいこといかなくてね、事前にこう、やっておくべきだったのかもしれないですけども、まあまあちょっとね、流れでこんなような形になってますね。ちょっと特徴がそれどうなんだろう。まあまあいい子だけどもさ、お説教ですか。見つかってもお説教されない。でこの井上さんを倒すと北西砦でこちらが開くので、まあ、いくつか砦を調べていくんですよね。観察を探してね、おればよかった。でここは相手いた、こいつを倒そう。あ、地流、はい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 、と、あれ消えた、あ、いた、で突撃。まあこいつそんな強くないんで、ちょっと倒して進んでいこう。はいと、でフォーさんでこれ取りまして、あ、アイテムですね。で、おお、もうたまたま早いな。で、まあ一個ずつ砦を調べていこうということで、次行きましょうか。で、おまちゃん来た来た。で、そうですね、近場からやっていくんであれば、やっぱりあっちか、こっちの方からやっていきましょうか。結局確かね、あれなんですね、全部夜ごとになるんですけどね。使っちゃうか。で、拠点じゃないし、なんだっけ、拠点兵長が、ね、いらっしゃるので、倒そうか。お、大京さんが、中央砦で観測らしく、ちょっと遠いな。中央砦ですか。ちょっと待って、後回しであれ。まずこっちからですね。あ、いたいた、このなんだっけ、ドドメキタイプのね、こいつがいるんですけども、こいつ倒すとこちらの砦のね、扉を開けることができるので、まずこいつを倒してですね、扉の内部にこう侵入すると。騒がしいな。お、悟空周りを増やしておく。はい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 、警戒を強化ということで、あ、おねね様が宿の神を倒しましたね。まあみんなそれぞれね、こうやってるわけですね。僕は僕でやんないとね。はい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 、ルンキーはそうですね、扱いやすいキャラクターではあるんですけども、いかんせん攻撃力がないので、ね、ちょっとそこが何ていうんですかね。まあそうですね、孫作とこう話してた時期もあったからね、オロチ2の話ではないですけどもね、会えたらいっぱい話そうね。まあそのためにはまず観察を見つけなきゃね。他の砦を探索しということで、こちらにはいないみたいですね。じゃあ次行きましょうか。どうしよう、こっち先に行こうかね。まあその移動の過程ね、特に何もないというもので、加速装置、はい、ということでね、加速装置使わせていただきましたけれども、お、ミミコちゃんが見つけたみたいだね。場所は上、北砦、ちょっと待って、あ、後で行くわ。これは後で行こうか、北砦で、こっち倒したんで、ここのね門が開きますと、砦のね。で、まあ、いくつ調べていくんですけども、関崎さんはいないみたいでね、負け抜きがいてない代わりに、まあ、いなくてもいいやつがね、エンターっていうことで、まあ、こいつもちょっとね、倒していこう。邪魔すんならよししねえぞってことでね、使おうか。運気頑張って。運気は無双は強いですよね。無双はというか、まあ、全体的にこう強いキャラクターなんですけども、特にこう無双が使いやすくてね、いい感じですね。よいしょ、ミス清楚って感じかな。あ、地流雑魚にやっちゃうっていうね。あれ武装回復スライドで消えちゃった。 あったよしよし、ちょっとあやねちゃんだから拠点を倒し使うか。確かあやねちゃんはダッシュね使えなかったと思うので、まあそっちのタイプの人たちはやっぱり降りてね、武装使ってなんぼって感じですよね。戦国キャラと一緒ですね。そうだな、どっから行こうか。やっぱ北からですかね。ちょっとじゃあ移動距離ねあるので、加速装置、はい、ということで円らがいましたので、これを倒すんですが、ちょっと敵が多いのでね、集めて合体技使っちゃおうか。お前らもっと固まれ。円らどこ行くんだ、お前に当てないと意味ないのに。逃げるな逃げるな、分かったよ、ここで待ちゃいいんだろ。おい、殴ってきたなこの野郎。くぜ、おっ
お姉様が見つけ止めてですね、中央東処理で、いや遠いんだって毎回みんな遠いよ、ちょっと待ってね、一個一個、一個ずつね調べていくんで、まずはお前らを、バイバイ。でこれで扉開くので、またここまで調べてみよう。あ、ソウジンいましたね。こいつはヒミコちゃんが見つけた探索ってことなんだけど、おっちゃんいや確かに若いとは言ってなかったけど、でもおっちゃんとも言ってなかったよ、ひみこちゃん。まあここにはいないということで、ソウジンさんを下しちゃおう。どけ、よし。あ、またなんかヨーマが、こいつも倒そう。あ、技つながれるのか、アヤネちゃん、いいね。いやいや、まあ頑張ってくれるのはありがたいんだけどもさ、次行こうぜ。間違った情報流されてもね。あれ、おま、よし、そうだな、お、おとうとう見つかったか。どの人や、カンさんだと。お父さん、なんだよもう、何やってんだよ、みこちゃん。まあとりあえず、カンさんね、操られてるので倒してね、退きましょう。で、細分機とあやねちゃんが推奨ってことで今回連れてきたわけですけども、一回も喋ってなくねっていうねどのタイミングで喋るんですかね。それを意識してってわけじゃないですけども、放散状を、ね、控えめにしてるんですけど、全然出ないですよね、特別なセリフって言うんですか。お、あれは本物の観察さんじゃないか。待てよ、この雑魚、あ、騒ぎを聞きつけて出現したわけですね。で、悟空がなんか騒いでるね。観察と会う前に先にね、こっちの方のやつら片付けていきますね。はい、ということで、ここもね、砦であるということで、ここ取っちゃおうか。中央東処理でのね、守備をしている、これ、イノブタですね、多分この名前は。あ、いたいたいた。お前を下して、進ましてもらうぜ。アイネちゃんの圧よくわかんないんだけど、これ、区内かなんか投げてんのかな。投げてこボーンみたいな、破裂させるっていう、あまり使えないやつですね、ぶっちゃけまあまあ、入って、あ、もう取り手全部開いたんか。まあ一個ずつやっていこう。あ、加工波出てきた。捜索が邪魔する加工波を激化するということで、こんなのって言われちゃう加工波さん。まあ確かに体験はね、強そうだけど、あ、お姉様が見つけたのが加工波さんみたいですねちょっとザコいすぎ、使うか。お、正気の時間だ、セクシー。さあということでね、はい、バンバンバンということで、でこのあやねちゃんもね、ハイブスさんと一緒でデッドアライブの、キャラクターです。まあなんでちょっとこうね、衣装であるとか、スタイルであるとか、ね、セクシー寄りな感じですよね。まあまあ好きな人は好きなんじゃないでしょうかね。さあということで、一気に倒していきます。合体技ですね。せっかくならあれだな、あやねちゃん以外の人で使った方がよかったかな。同じ勝手にしちゃったね分岐ファンとかね、放散状のファンの方もいらっしゃると思うので、ちょっともう敵多すぎだよ。どけい。そうですね、もうどんどんやっていこうか。じゃあこっちにまず行ってと、そうですね、加工派さん倒したら、じゃあちょっと関作と合流しましょうか。まずお前を放散状で、あ、治流もういいかはい、ということでね、おまちゃんカモン、そろそろ終わりますね。いや、では、そうですね、使おうか、例のあれ、加速装置。さあということで、この砦の中に観察さんがいて、感動の再会来ましたね、これね。嬉しいよ、ってことで、ありがたい。よし、やっと会えましたね。よし、合流。ほら、かかってこいよ。見切れないってことだよね。あ、大輝さんピンチあったのか。ごめんね、遅れちゃって。さて、そろそろ決めようか。やったぜ。結局、軍機とあやねちゃんがいた意味はわかんないな。なんか条件とかあるんですかね。あ、私流。
ほら全力で来いよ。いでいでいで。どうしようか。まあやっぱりホウさんで決めるか最後はね。あ、タレイ。よいしょ。なんだこりゃ。やってられるか。今日も順調だね。光ってるね。手伝ってくれてありがとう。みんなのおかげで感謝に会えたから。うんうん。よかったね、ちゃんと感謝の言葉ね述べられるんだよね、モーさんもね。かわいいやつね。役に立ったやろ。え、かっこよく。おおおお、ね、よく頑張った姫子ちゃん、ね。さあ、じゃあ帰ろうか。花のように可憐なあなた方の手を煩わせてしまうなんて。はい、ということで帰ってまいりましたけれども、神崎さん、そうですね、本人は意識してないんですけども、自然とこう女性をね引きつけてしまう、そんなようなキャラクターで、まあ男性の方はちょっと苦手な方いらっしゃるかもしれないですね。で、俺が言いたいことは、お前その頭につけてるお花は何なんだいっていう、それこと、そういうことですよね。はい、感じたけどね。はい、次。ほら、お世辞言ったってダメだからね。まあ多分そのつもりはなかったんでしょうけどね、神崎さん。いや、そのつもりは。まあこういうキャラクターですよね。散々心配をかけた罰、これからはずっと二人で一緒にいること。うん、ずっと二人でってやつですね。それはもちろんです。彼女が許してくれるなら。イケメン、こんちくしょう。監査か。うん、ずっと一緒にいて。もうイチャコラしやがってこの野郎。はい、てなわけでね。超いい感じ。いいね。まあ、今回も順調にやっていくことができまして、まあまあまあ OK じゃないですかね。そして、おお、これはありがたい。排水、排水矛がね、アップデートされました。いいですね。うんうん、よく頑張ったよ。ありがとうございます。やっぱりすごいんですね。どうも。わあ、やるやん。やるだろ。ということでね、今回のミッション全部クリアすることができましたと。はい、ということで、そうですね、オロチ2の方では結構出番多めの翔子さんですね。ただ僕がちょっとずっとね、思ってるのは、なんで右手だけ手袋してんの？片手手袋ってやつですね。あれがちょっとよくわかんないな。あ、そうそう、でね、ちょっと前回か前々回かちょっと忘れちゃったんですけども、この領主の戦いね、出てはいいんですけども、龍然と関作の間のね、有効度を高めなければこれ解放されないってことで言ってましたよね。で、うわ、めんどくせえとかって言ってたと思うんですけども、あれやってきました裏の方でね。なんで、そうですね、まず解放イベントをせっかくなんで見ようか、ここでね。そうだ、領州へ行こう。ああ、なるほどね、京都へ行こう的な。領州はどの辺にあるんですかね。え、龍然様、突然どうされたのです。急に行きたくなったんだよ。うん、ふと思い出したのだ、妖魔たちと共にいた時に聞いた話を。ほうほう、捕まってる時、あ、捕まってるというか利用されてた時かな。長谷戸の戦い、あやねちゃんが出てきたところですよね。あそこで水地にね、リブザーン言うて、なんだっけ、そこを食い止めろ的なことでね、言われてましたよね。で、止まってほしいとかつってね。領州の片隅に平穏な国があるらしい。きっとそこなら楽しく暮らせる。こんな世界でもそういう平和な場所があるのか。ああ、というわけで私は龍州へ行こうと思う。うん、あ、龍然様、お待ちを。お一人では危険です。ということで、まあ、龍然に、ね、ついていく形で龍州の戦い、関作も一緒に、ね、参加ということで、初参戦、初のね、初陣ってやつですね、でなっていくんですけれども、まあそうですね、まず、あ、話す人もいないのか。あ、じゃあそっか、もうさすがですね、次回予告ですね。で、まあ、先ほど出ましたこの領主の戦いね、次回こちらやっていく流れになるんですけれども、妖魔軍の襲撃を逃れた地領主、かの地が平穏を保つ理由を探れってことでね、なっておりますので、次回も、宝さんがね活躍します。そして、関崎が初めての、出陣ということでね、やってきまして、で龍然さんがね、勝ちなのでやっぱり、推奨ということでね、なっておりますので、次回この諸君のメンツがね、3人活躍するというような感じになるので、まあ、ご期待くださいということでね、申し上げておきますというですね。まあそうですね、今回ちょっとまあ多少ね早くなってしまったんですけども、この辺で、切ろうかなと思います。では次回ね、こちらの方やっていきますので、ご期待ください。では皆さん、またね、次会えることを楽しみにしてますので、その時までごきげんようです。バイバイ。